はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。結論から申し上げますと、ウクライナ軍はロシアの衛星 PNT システム、 PNT とは即位ポジショニング後方ナビゲーション刑事タイミングを人工衛星を用いてこうした機能を提供するシステムのことを言いますが、のシステム、ロシアのグロナス、簡単に言いますとロシア版 GPS でありますが、のシステムを破壊する作戦を展開している可能性があります。グロナスはですね、かつてのソビエト連邦が開発し、現在はロシア航空宇宙軍の手によってロシア政府のために運用されている衛星測位システムであります。もしロシア版 GPS グロナスの機能が大幅に低下するということがありますと、ロシアの次の8点の機能が大きく低下する、または機能が停止する可能性、そうした情勢にプーチン政権、ロシア軍は直面する可能性があります。1、ロシア軍による衛星を使用した偵察監視や通信システム、2、ロシア軍の核弾頭などを搭載したミサイル発射の飛行経路の誘導、3、ロシア軍の滑空爆弾 KAB の誘導、4、ロシア空軍が制空権を握れない情勢、5、通信衛星やグロナスを用いたロシア軍地上部隊や航空部隊の支援、6、海上の艦艇などの軍事目標から発せられる電磁波の探知、7、衛星システムを用いたロシアの対外諜報活動、8、昨年9月に北朝鮮の金正恩氏がロシアを訪問した際、プーチン氏が約束しました北朝鮮への衛星開発支援、これら8点すべてが台無しになる可能性があります。それでは詳細を見てまいりますが、ロシアのですね、グロナスに何らかの不具合があるのではないかと報道されたのは6月25日の動画で詳細をご説明しましたが、2022年3月の報道でした。2022年3月、ウクライナ侵略が始まって1ヶ月も経たない頃、多くの専門家がなぜロシアは制空権を取れないのかという疑問に直面していました。さらにですね、当時ロシア軍の発射したミサイルが狙い通りの場所に着弾しないといった報道も多くされておりました。こうした中ですね、2022年3月の指摘では、通常は GPS などで目標に正確に誘導して攻撃する精密誘導ミサイルなどが使われるはずですが、ロシア軍は民間の建物から核施設まで見境なく攻撃しているように見えると指摘されておりました。つまりロシア軍が制空権を取れず、ロシア軍のミサイルにも何らかの問題が発生している可能性が浮上、報道されておりました。これらのことから、ロシア航空宇宙軍が管理するグロナスという衛星システムが抑えられている可能性が考えられるという指摘がされておりました。他方、アメリカは2021年10月から12月の間にウクライナの重要なインフラをロシアのサイバー攻撃などから守るため、ウクライナのサイバー防御強化、その後ウクライナとアメリカの当局者のサイバーミッションチームがウクライナの鉄道のコンピューターネットワークなどを守るため防衛体制の構築を行っていると、フィナンシャルタイムズは2022年3月に報じておりました。これらのことから、ウクライナとアメリカの当局者のサイバーミッションチームによりロシア航空宇宙軍が管理するグロナスという衛星システムが抑えられていた可能性が浮上していました。ちなみにですね、その後日本においても2022年5月グロナスからの信号の不具合ということがですね、報告されておりました。さらにですね、ロシアは2022年30万人規模の部分動員令を行いました。この時ロシア国内から多くのロシア国民が国外に出ていったという報道がありましたけれども、その中にはですね、こうしたグロナスなどに関連する高度な技術を持った技術者も流出したとの一部報道もありました。また現状、経済制裁などによりましてロシアはですね、グロナスのシステム機能維持に必要な部品などの入手が困難な情勢に直面しているという一部指摘もあります。ですので、ロシアのグロナスはですね、ウクライナ侵略以降何らかの大きな問題を抱えている可能性があります。このシステムがもし機能しないということになってまいりますと、どういうことが起きるのか、次のような指摘が報告されております。衛星 PNT システム、 PNT とは即位ポジショニング後方ナビゲーション刑事タイミングの頭文字を取ったものであり、人工衛星を用いてこうした機能を提供するシステム、アメリカの GPS グローバル測位システム、ロシアのグロナスグローバル広報システムはいずれも PNT 機能を備える。衛星 PNT システムの機能を阻害されたり、
衛星 PNT 機能が停止や誤作動に陥った場合、これに依存する社会活動や軍事作戦は大きな混乱を被ることが予想されよう。2015年に開始されたシリア作戦において、ロシアは偵察画像のリアルタイム伝送が可能なペルソナ偵察衛星を初めて実戦投入したほか、通信衛星やグロナスを用いて地上部隊や航空部隊を支援する戦力強化を大々的に実施した。このように報告されております。つまりですね、もしロシアのグロナスシステムの機能が阻害されたり、誤作動や不具合が生じるということになってまいりますと、ロシア軍の軍事作戦、地上部隊や航空部隊支援も大きな混乱や作戦自体が行えない可能性が出てくると考えられます。またロシア軍の核弾頭などを搭載したミサイル発射の飛行経路を誘導するということにも支障が出てくると考えられます。これはロシア軍の中枢のシステムですね、これが機能しなくなるということにつながる可能性を示唆しています。ロシア軍がですね、ウクライナ侵略においてロシア空軍と地上軍がうまく連携が取れていないという指摘もいくつか報道されてきましたが、それもですね、このグロナスの不具合というものが発生している可能性が考えられます。こうした中、ウクライナ側は今年の6月23日、24日、そして26日にロシア軍の衛星システムなどを集中的に攻撃した可能性があります。ウクライナ軍、クリミアの宇宙通信施設をATACMSで攻撃、衛星誘導にも利用か。高い山があり、晴れの日が多く、無線通信の混雑があまり起こらず、南方に位置するウクライナ南部クリミア半島はソ連の宇宙通信システムにとって理想的な場所だった。1959年、クリミア西部エフパトリアでソ連の大規模な宇宙通信施設の建設が始まったのはそのためだ。施設は10基の巨大な情報指向型パラボラアンテナのほか、電源施設、管制センターなどからなる。ソ連の広大な宇宙通信網の一部を構成していたこの施設は NIP16 と呼ばれる。その後、複数の周波数帯域に対応するように設備が拡張された。現在はロシアのリアーナ電子情報収集衛星システムのロトス S 偵察衛星やロシア版 GPS のグロナスの衛星との通信も行われているとみられる。ロシア軍が2014年にクリミアを占領した際、ロシア政府が NIP16 をその熟練職員数百人を含めて管理下に置いたのはそうした通信機能のためだ。昨年12月以降、ウクライナの前線から150キロメートルかそこら南にあるこの貴重な宇宙通信施設をウクライナ軍が少なくとも2回ミサイルで攻撃したのもおそらくそのためだろう。直近の攻撃は23日に行われた。ウクライナ軍は NIP16 に向けてアメリカ製の ATACMS 弾道ミサイル少なくとも4発を発射した。敷地では火災が発生し夜通し続いた。アメリカプラネットラブズ社の24日の衛星画像には、広大な施設の地面に爆発の跡らしいものが見える。 NIP16 とその代替困難な化学機器が損傷したとすれば、科学者たちはゾッとするに違いない。 NIP16 は正当な軍事目標でもある。 NIP16 の無線機はリアーナやグロナスの衛星を含む偵察、監視や通信、航行用の衛星との間で信号の送受信を行えるからだ。グロナスの衛星はロシア軍の滑空爆弾、通称 KAB の誘導にも利用されている。ロトス S 衛星は海上の艦艇などの軍事目標から発せられる電磁波を探知し、その位置を特定する。黒海西部からのロシア海軍艦艇の駆逐に寄与してきたウクライナの自爆型水上ドローンからの信号も傍受している可能性がある。このように報道されております。さらに6月24日と26日、次のような報道がありました。日本時間6月24日午後9時の報告。ロシアのメディアはモスクワ地域の無線電子防衛産業企業で大規模な火災が発生したと報じている。ロシアのモスクワ近郊のフリャジノではプラタン研究所が火災に見舞われている。この研究所は無線電子工学の分野でロシアの防衛産業からの注文に対応していると指摘されている。ロシアのメディアではこの建物がロシア防衛産業と関係があるかどうかについて相反する報道が出ている。ロシアのメディアではこの建物はロシア防衛産業とは関係ないとの報道もあります。火災は少なくとも4500平方メートルの面積を覆ったと報じられている。このように報道されております。そしてこのプラタン研究所はですね、軍事用の電子技術と無線技術の中核的な研究機関との指摘もあります。そしてこの施設はロシア軍のためにレーダー妨害技術やロシア軍のミサイルなどに搭載された
衛星ナビゲーション用の電子基板なども製造していたとする報道も一部されております。この火災の原因は不明でありますが、6月23日に発生したクリミアのエフパトリアの NIP16 宇宙通信施設の件と無関係ではないように見えます。日本時間6月26日午前3時の報告、ロシアのテレグラムチャンネルによると、同じ建物が今日再び火災に見舞われたという。このように報告されております。こうした情勢を様々見てまいりますと、ウクライナ側はロシアのグロナスシステム、衛星システムの機能の中枢を破壊する作戦を進行させている可能性が考えられます。もしロシアのグロナスシステム、衛星の中枢システムが破壊されるということがありますと、プーチン政権とロシア軍にとって非常に重要な8つの機能が低下または台無しになる可能性があります。 1. ロシア軍による衛星を使用した偵察・監視や通信システム、 2. ロシア軍の核弾頭などを搭載したミサイル発射の飛行経路の誘導、 3. ロシア軍の滑空爆弾 KAB の誘導、 4. ロシア空軍が制空権を握れない情勢、 5. 通信衛星やグロナスを用いたロシア軍地上部隊や航空部隊の支援、 6. 海上の艦艇などの軍事目標から発せられる電磁波の探知、 7. 衛星システムを用いたロシアの対外諜報活動、 8. 昨年9月に北朝鮮のキム・ジョンウン氏がロシアを訪問した際、プーチン氏が約束しました北朝鮮への衛星開発支援、これらすべてが台無しになる可能性があります。このことはロシア軍の中枢の機能、さらにはロシアと北朝鮮の関係といった対外的な関係、つまりはですね、プーチン政権の中枢機能が大きな打撃を受ける可能性を示唆しています。つまりグロナスが大きな打撃を受けるということになってまいりますと、ロシア軍全体が機能不全を起こす可能性が考えられます。こうした中、ロシア南部ダゲスタン共和国で再びテロ事件が発生した模様です。日本時間6月26日午前4時の報告、ロシアのテレグラムチャンネルは、前回のダゲスタン共和国での銃撃事件からわずか2日後にダゲスタン共和国マハチカラで新たな銃撃事件が発生したと報じている。ロシア治安部隊が大学広場を封鎖、人々はその地域から退去するよう求められている。日本時間6月26日午前5時の報告、実行犯らはロシアのダゲスタン共和国マハチカラで警察官に発砲したと報じられている。ロシアの法執行機関は彼らを捜索しており、地元住民は外出しないよう指示されている。このように報道されております。ロシアプーチン政権はロシア南部北カフカスの情勢不安定化に歯止めをかけることができずにいるように見えます。こうした情勢が続くようですと、ロシア南部の IS などの活動がさらに活発になってくる可能性がありまして、プーチン政権はですね、非常に厳しい情勢と直面していると見られます。こうした中、ロシアへの包囲網はさらに強化されております。 EU 加盟国ベラルーシ制裁に合意、ロシア制裁の抜け穴塞ぐ。欧州連合 EU 加盟国は26日ベラルーシに対する制裁措置に合意したことを議長国ベルギーなどが明らかにした。対ロシア制裁を回避するための抜け穴を塞ぐことが狙い。 EU 議長国のベルギーは、今回の措置は制裁回避対策を含み、ロシアによるウクライナ侵攻に対する我々の措置を強化すると X に投稿。この措置で制裁の最大の抜け穴を塞いだとも別途表明した。 EU がジョージア財政支援凍結を検討、スパイ法は加盟に障害。欧州連合 EU のボレル外交安全保障上級代表は24日 EU 外相会議後に記者団に対し、外国の代理人、スパイ法を強行導入した旧ソ連ジョージアとの外交に言及し、我々は政治的関係のレベルを引き下げ、財政支援の停止を検討すると述べた。スパイ法は資金の 20% 以上を外国から受け取る組織に外国の代理人として登録することを義務付ける。国内外からロシアのプーチン政権のような権威主義的措置として非難を浴びている。ボレル代表はまた、ジョージア政府が方針を変更しない場合、加盟手続きは進まないだろうと述べ、同法は加盟の障害だとの考えを強調した。ただ EU はジョージアの市民社会と報道機関への支援を強化し、必要に応じて対応策を練ると話した。欧州連合 EU 加盟国は、凍結されたロシアの資産から得た収入14億ユーロ、
約2362億円をウクライナ支援に充てることで合意した。ロシア凍結資産活用の第1弾となり、近く実施される見通し。凍結されたロシアの資産に絡み、来月に14億ユーロ、年末までにはさらに10億ユーロ、約1700億円の収入を得られると指摘。これら収入を私のポケットに入れることはできないとし、ウクライナ向けの防空や弾薬、産業の支援などに使われる予定と述べた。このように報道されております。ロシアプーチン政権は、ロシア軍の中枢と言ってもいいグロナスをめぐる情勢、ロシア南部の情勢、そしてロシアへの経済制裁、こうした3つの情勢に直面し、具体的な対応策を打てない情勢に直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。